こんばんは、戦国どうでしょうでございます。道三様、ついにあのお姿の公開でございます。この貫禄、麒麟が来る、斎藤道三の剃髪ビジュアル公開。現在放送中の大河ドラマ麒麟が来るの斎藤道三役で話題沸騰の元木雅宏、28日半年間にわたって元木に密着したプロフェッショナル仕事の流儀元木雅宏スペシャルが放送され、番組内で道三の剃髪姿のビジュアルが公開された。その元木のロンドンでの休日からテレビ初公開となる東京の自宅までを捉えたプロフェッショナル仕事の流儀元木雅宏スペシャルでは、最新の特殊メイク技術を駆使した剃髪のビジュアルもお披露目。元木がコメントを寄せた。世の中の皆さんがイメージする入道姿の斎藤道三にようやく変貌することができました。なんだかさなぎから出た蝶のような気分です。これからますます道三パワーを撒き散らしていきたいと思っています。この坊主頭は最新のラテックスを使った特殊メイクの技術で、テレビの時代劇としては初の導入となったのが今回の大河ドラマだそうです。増量したヒゲをつける時間も含めて毎回3時間かかっています。多少の老けメイクも施されていますが、監督さんからはにもかかわらずあくまでも正気を失わない道三でいてほしいとの指示をいただき、一筋縄ではいかない道三に磨きをかけました。ちなみにこの特殊メイクは落とす作業も1時間以上かかります。誰よりも早い入り時間が連日続いた時もあり、ロケの撮影日は日の出前から準備し、その日1日頭の中だけサウナ状態で過ごすのは結構悲惨でした。このささやかな影の苦労が報われるよう、皆さん麒麟が来るを引き続き見守っていただけますとありがたく思います。剃髪した道三は4月26日放送の第15回より登場する。はい、というニュースでございました。道三様の剃髪姿ね、こういった姿で登場ということでございます。やっぱ剃髪姿も似合いますね。つうかね、かっこいい。信長の野望とかでね、出てくるこういった姿だと思うんですけど、この姿ともね、やっぱ重なってね、いいっすよね。信長の野望のこうキャラビジュアルっていうのがすごいいい絵が採用されてると思うんですけどね、もうそれに勝るとも劣らないね、ビジュアルだと思う次第でございます。つうか、初登場4月26日の第15回ということなんですけど、道三様の剃髪が天文23年の2月22日から3月10日の間にかけて剃髪ということで、亡くなるのが、その2年後の工事2年かな。そうですね、工事2年の4月に行われた長良川の戦いで戦死ということは、もう多分そこからもう数話分は道三様は生きているということになりますので、一体ねどこまでやれるんでしょうね。越前編とか始まるの6月ぐらいじゃねえなんて思ってるんですけど、そこからまた始まって信長公に仕えなんてやっていくと、果たしてどこまで進めることやらなんていう風にね思っている次第でございます。4月にはね、なんとあの村木砦での戦いも取り上げるというねニュースも飛び込んできておりますので、もう村木砦といえばあれですよ、船でねビシッと駆けつけた信長公がですよ、こう鉄砲を自ら手に取って特回引っかい撃つなんていうねシーンが見れるかもしれません。ドラマで村木砦なんて取り上げられるの初なんじゃないでしょうか。あの以前歴史秘話ヒストリアの方かな、ヒストリアの方では村木砦の戦いって部分的に取り上げられてたかななんて思うぐらいでして、ドラマなんてね、まず取り上げられないでしょうからね、この辺もね楽しみなところであります。もう岐阜の大河ドラマなのにここ数はね完全に愛知県中心で話動いておりますので、それがね舞台が移っていくとまたその辺りをぐっと掘り下げてね、ドラマの方進んでいくっていうのがすごく楽しみな、大河ドラマ麒麟が来るでございます。